グラフトネットワーク6回目の授業を始めていきます。今共有されてますか？大丈夫ですか？画面は見えてますか？で、そうですか。ありがとうございます。すいません。ですね。コメントの方を紹介していきます。ですね。で、やっぱりなんかコメント減ってきてるので、皆さん、どんどん出すようにお願いします。ですね。で、初めの方ですね。成績は絶対評価と相対評価のどちらでしょうか？また、レポートの点数が何点以上など、成績の具体的な決め方を教えてほしいです。ですけども、これは、0回目の講義の時にちょっと紹介していたんですけども、ここでもう一度紹介しますと、2回のレポート点数のみで評価されて、1回のレポートでは5題出され、1回、1題10点満点です。だから、1回のレポートは、まあ、50点満点になるということです。で、評価基準は2回のレポートの補填の合計です。だから、まあ、全部100点満点で、その100点満点の点数がそのまま成績となります。だから、まあ、絶対評価と相対評価っていう言い方の、まあ、ちゃんとした定義はわかんないんですけども、まあ、私の理解ではこれ絶対評価ということになります。はい。で、次ですね。この F って何だっけとか、最大限を聞かれたときどうやって答えたらいいんだっけ、前提や言葉の付け方といった部分で混乱しましたっていう部分があったので、ちょっとここについて補足します。はい。で、それで、これですね。これが、ST 流の定義でした。はい。で、ST 流の定義は、各項に対する実数 FA の割り当てって書いてあって、まあ、これはまあ関数であるというふうに見なせるわけですね。で、ちょっと、ここの下にある図を次のページに手書きで書いたので、それを使って説明していきます。これですね。今、まあ、こういう状況で、まあ、要領は書いてないんですけども、まあ、この赤い数字で書いているのが各個に対する値の割り当てだと思うわけです。で、これは、この関数だというふうに見なしてるわけですね。で、そう思うと、例えば今、このグラフ、有効グラフには、1、2、3、4、5、6、7、8、9個があるので、その9個の個に対して値を割り当てることができれば、値を割り当てれば、それは、まあ、ST 流の候補になるわけです。まあ、今、候補といったのは何でかというと、その値の割り当てが2つの条件ですね。流量保存制約と容量制約っていうのを満たしている必要があるので、まあ、それを満たしているような値の割り当てであれば、それは ST 流になるということです。そうすると、じゃあ今、ここの赤で書いてあるものは、まあ、どういうふうに実際値が割り当てられているのかというと、まあ、例えば、SA という子に対しては、2という値が割り当てられている。だからここが、今これ2ですね。SA という子に対して2が割り当てられている。で、まあ、同じように、例えば SC という子に対しては何かが割り当てられているか。というか、こんな感じでこう全部書くわけです。FSD ですね。F、なんだろう、次は AB。で、FAB か。こんな感じですね。で、今、ここ書いたので、あと4つ書く必要があって、FBT と FCD と FDB と FDT と、まあ、こういう感じですね。で、まあ、実際この場合、どういう値が割り当てられているかということを、まあ、全部書くと、SC は1、SD が2、AB が2、AD が0、BT が3、CD が1、BD、しか DB が1、DT が2と。こういうことですね。だから、まあ、こういうのを書いてもらえば、まあ、これが、ST 流を記述しているということになります。いいでしょうか。だから、まあ、ST 流答えなさいと言われたら、まあ、こういうの書いてもらえるということになりますし、まあ、こういうふうに書くのがちょっとめんどくさいなと思ったら、まあ、こういうのは、まあ、字で書いてもらってもいいですけども、まあ、字の読み方っていうのは、人によって違うかもしれないので、なんだろうな。誤解なく伝える場合には、こういうふうに全部書いてしまった方が、まあ、いいかな、ということになります。はい。まあ、あるいは、まあ、これは表で表現もできるわけですね。表っていうのは何かっていうと、ここに対して FA が何ですかっていうのは、こういう表だと思って、まあ、表を作ってしまう。だから例えば、SA という子に対しては、A というのがちょっと今2つ、ここに対する、記号と頂点に対する記号でちょっと混ざってのは良くないので、じゃあ良くないので、ちょっと A、ここに対して A という言葉は使わずに困ったな。
いい、アルファベット思いつかないんですけど、もしあの、じゃあ、例えばちょっと X とかしちゃいますね。あんまり X っていうのを個に対して使わないんですけども、まあ、ちょっとこれ、個 X を表すとして、で、X が SA だったら、その時の FX は2であるとかね。個 X が SC の時には、その F の値は1であるとか、こういうふうに、まあ、表として書くっていう、まあ、こういう書き方をしても別に、まあ、構わないかなっていうふうに思います。で、最後が、個 T が DT だったら、FX は2と、まあ、こんな感じですね。こういうような表現の仕方をしても、まあ、構わないかなというふうに思います。構わないというか、これでも全然問題ないです。これよく行う表現の方法ですね。ここまでいいですか？はい。で、ちょっとですね、もう一つ、補足というか、したいのはですね、今、ここの AF っていうものを、書いてるんですけども、これは、先ほども言った通り、これ、関数として書いてるわけです。関数ですね。A の要素を受け取ったら、その R の要素を返すっていう、そういう関数だと思ってるんですね。で、一方で、こういう関数っていうのは、ベクトルと見なすこともできます。何かっていうと、F というのは、F っていうのは、こういうベクトルであると見なすこともできます。で、これは何を、意味しているのかっていうと、何をっていうか、この肩に A が乗っているのはこれ何を意味しているのかってことを、ちょっとじゃあ今からちょっと説明していきたいと思います。ページを増やして。で、どういうことかっていうと、今ですね、その F は関数と定義されているんだけども、それは、ベクトルとも見なせると。いうふうに言ったんですね。これ関数。関数は、ベクトルと見なせる。で、ちなみに、まずこの記号ですね。この R の A 乗っていうように書いているような記法が何なのかってことを説明するために、例えばですね、なんか R の3乗って書いたらどうあったかってことを思い出すと、これは何だったかというと、R の3乗の要素っていうのが X だったとしたら、これは3次元ベクトルなんだけども、X っていうのは、なんか例えばなんか3、マイナス1、4とか、こんな感じで3つ成分を持つような、こう、実数ベクトル。実数を3つ成分として持つようなベクトルをこう表すってことだったんです。だから、そういうものを全部集めてきたもの、そういうものっていうのは、3つの実数を並べて、ベクトルにしたものを全部集めてきた集合っていうのは、この R の3乗というふうに書かれるというふうにまあ思ってほしいわけですね。で、まあ、この3乗で書いているのは、まあ、どういう気持ちかっていうと、まあ、この3つ並んでるっていうことの、を表しているっていう部分もありますし、その一つ一つの成分を、この素位置をつけてですね、X1、X2、X3 っていうふうに、まあ、1、2、3というふうな、まあ、この素位置をつけて表すっていう、まあ、ふうに、まあ、なんだろうな。そういう、記法を使うっていうのは、まあ、約束なんですね。約束としてそういうふうになっている。で、じゃあ、そう思ったときに、この R の A 乗と書いてあるのは、これ何なのかっていうと、これもベクトルだと思うんですね。で、ベクトルだと思っていて、なんかこれも、なんか実数が並んでるんです。まあ、なんか3、0、2、4とか、だからこんな感じで、まあ、実数が並んでるんですけども、あ、マイナス。この実数並んでるんですけども、この数字が、large A という集合から取られてるっていうふうに思ってほしいんですね。だから例えば、じゃあその large A っていうのが、どうしようかな。A, B, C, D, E, 点点点、Z の時には、この3、0、2、4とかで、こういうふうに並んでるものの数字が、ラージ A が取られてると思う。だからその、例えば3っていうのは FA であって、0っていうのは FB であって、こんな感じだというふうに思ったわけですね。で、最後のは FZ と。こんな感じに思ってるわけです。で、そうすると、その、なんだろう、まあ、どんな集合でもいいから、この型に持ってきて、こういうふうにベクトル作ることができるんですね。いいですか？で、そうすると、先ほどの関数って言っていたその流れ、ST 流も、まあ、こういうふうに書くことは、まあ、できるわけです。どういうことかっていうと、先ほどの流れは何だったかっていうと、そのベクトルで書こうと思うと、そのなんだっけ、SA に対する、
5SA を政治とする成分が2であって、5SC を成分とする、政治とする成分が何だったか忘れちゃったんだけども、ここですね。ここだから1であるとか。で、こんな感じで書けるわけです。こんな感じで。ただ、だから、二ついいことがあって、こういうふうにですね、この、まあ、この F がどういう値を取るかって、答えるっていうことを言ったんですけども、まあ、これはそのまま、こう、ベクトルとして書いても、まあ、別に構わないわけです。ベクトルとして書いても構わない。ただし、その時に、この数値だけですね、この成分だけ書くと、どの成分がどの個に対応しているのかわからないので、それは注意しなくちゃいけないんですね。だからそういう時には、ちゃんとどの個に対応しているのかっていうような、情報も、まあ、一緒に書いてあげるか、まあ、そうすると結局、まあ、ここで書いてるような、なんか、まあ、表で書くとかっていうふうな、あるいは、まあ、この全部書くとかね。まあ、これと、まあ、本質的には変わらないことになるわけです。だから本質的に変わらないことは何かっていうと、つまり、関数だけ見なせるということを言ってるわけですね。いいですか？で、ここで、もう少し、ちょっと抽象的な話をします。今ですね、この R の A 乗っていう書き方は、実はこれベクトルを書くための記号だっていうふうに言ったんですけども、実は、これは半分合ってる、半分間違ってる。まあ、間違ってるって言っちゃいけない。まあ、いろんな解釈があって、まあ、叱るべきなんだけども、例えばですね、まあ、この右の方で、この今 R の3乗で書いたんですけど、ちょっと今、時間をキープしてなかった。時計がないから、今、こんなの下がりました。ですね、R の3で書いたんですけど、だからこれはですね、どうしようかな、次のページにしようかな。もう少し、ちゃんと定義をしようとすると、この R の3乗っていうのは、まあ、その集合の書き方で言うと、これは R っていうものを3つ並べた直積であるっていうふうに、まあ、これ定義してるわけです。これ直積ですね。あ、積の今漢字を間違えそうな。直積。あ、直積なんで、だから例えばその R の2乗って書いたら、これは R を2つこう、並べて直積を取ったものなんですね。で、そうすると、例えば、その R の2乗って何だったかっていうと、この R という集合から、一つずつ要素を取ってきて、並べて組にしたものを全部集めた集合っていうのが R の2乗だった。だから、定義を書くと、R の2乗というのは、X と Y の組なんだけども、それで X は R の要素で、Y も R の要素で、まあ、こういうことだったんですね。こういうことだった。一般的に、その A と B っていう集合があったときに A かける B と書いたら、ちょっと場所が悪いですね。A かける B と書いたら、あっと。A かける B と書いたら、すいませんね。A かける B と書いたら、これは、X っていうのを A から取ってきて、Y っていうのを B から取ってきたものをこう並べたもの、組にしたもの。全部こういう意味だったわけです。で同じように A かける B かける C っていうのがあったとしたら、これ直積ですよね。A と B と C という集合があったときに、これの直積っていうのは、その X、Y、Z って3つ並べたもので、X は A から取ってきて、Y は B から取ってきて、Z は C から取ってくる。だからこういうふうに定義したわけです。これ直積ですね。直積だって、ね。ですね。で、一方で、こういうふうなこと、そのまま一般論があるとすると、じゃあ集合に対しても、なんかですね、今 A とか B とか C は集合だと思ってるんですけども、このなんか B の A 乗っていう書き方ができるんですよ。という集合が定義できて、で、こういう記号は一般的に使われていて、で、これは、どういう定義なのかってことを、まず、日本語で書くと、A から B への関数全体の集合です。これを B の A 乗と書くことがあります。ちょっと A から B へのですからね。で、それを B の A 乗と書く。っていうような、記法が数学にもあります。はい。
で、そうする、じゃあ、そう思って、先ほどの線を引いたのは使わないかもしれないんで、先ほどの、この R の A 乗っていう記号を見てみると、これは、この先ほどの B の部分が R になってるわけですね。つまり、この記号に従う、この規則に従うと、R の A 乗っていうのは、A から R への関数全体の集合。になるわけです。いいですか？で、あったと思うことなんですけども、もともと、この R の A 乗、先ほど前のページのところ、ここでは、R の A 乗ってベクトルだなっていうふうに見なしてたんだけども、実は、この R の A 乗っていう書き方をして、R の A 乗から要素を取ってくると、今新しく定義したここの記号によると、R の A 乗っていうのは関数なんです。だからですね、まあ、こういう言い方はいいかどうかわかんないけども、まあ、言ってしまうと、この R の A 乗っていうものの要素が関数であるか、ベクトルであるのかっていうことが、見方によって変わってくるし、場合によって使い分けたりすることもあるし、場合によって同一視することもあります。同一視することもあります。だからその関数であるっていう見方と、ベクトルであるっていう見方は、実は同じであって、あんまり区別しないっていうことが多いです。多いです。で、注意しなくちゃいけないのは何かっていうと、今ですね、この R の A 乗って書いたとき、ベクトルとみなせるって感じでこういうふうに書いたわけです。で、こういうふうに並べるってことができるのは、いつなのかというと、この初位置の集合であるラージ A っていうのが有限集合である場合だけなんです。有限集合である場合だけなんです。何を言ってるかっていうと、今ここに書いたの A から B への関数全体の集合っていう規則に従って、この B の A 乗っていう書き方をするんだったら、R の R 乗っていう書き方もできるわけです。で、だからこれはその R から R への関数全体の集合になるわけですけども、これをベクトルとして、だからこれの要素を持ってきて、これをなんかその要素、成分を並べることによって、こう書くってことは、これはできないんですね。なんでかっていうと、それ字が無限にあるから。まあ、無限にあるっても書けるかもしれませんけども、まあ、この場合書けない。ってことはあるんです。だから、ベクトルであるからといって、その成分を並べて書くことができるかという言われると、まあ、そういうわけでもないってことには注意してほしいわけですね。だからこれは、まあ、ベクトルでもあり、関数でもあるっていう感じなんですけども、まあ、そういうことですね。だからまあ、ベクトルと関数っていうのは、割とその同一視して思うことがある。だから今その R の R 乗って書いてるんですけど、これはだから無限次元ベクトルなわけです。まあ、無限次元って何なんだっていうことは、ちゃんと定義しなきゃいけない。だからまあ、有限、だからこの空間の次元とかって言い出すといけないですよね。だからまあ、線形空間なんですけどとかって、まあそうですね。なんですけども、その次元は無限、有限ではない。有限ではないと。有限ではないですよね。だから、有限ではない空間、次元が有限ではない空間の話っていうのは、いろいろと大変なんですけどね。例えばこの R の3乗ここで3次元とか、R の2乗ここで2次元とかっていう形にこうなるわけですけども、そうですね。だからこういうその R の R 乗とかっていうものは、その数学的には考えることはできるんだけども、まあ、なんだろうな。次元は有限じゃないので、そういう時には、いろんなことを気をつけなくてはいけないってことだけは、ちょっと、心に留めておいてください。はい。だから、世の中には、有限次元じゃない空間っていうのがあって、で、その上で、線形代数とかってやるっていうのは、すごく重要なんですよね。いろんなところで出てきます。が、まあ、それはここの授業のトピックではないので、まあ、これ以上あんまり深入りしないということになります。ここまでいいでしょうか。いいですか？で、ちょっと待ってくださいね。今25分ぐらい。せっかくここまでやったので、一つだけ、この記法を、この B の A 乗って記法を導入したことによって、我々に嬉しいことがあるので、それを一つだけ紹介します。まあ、せっかくだから。それ何かっていうと、挿入。おっとたくさん何か挿入しようかですね。何かというと、例えばですね、じゃあ今、A っていうのが、
じゃあ、1、2っていう集合で、B っていうのが、3、4、5っていう集合をします。の時、A から B への関数の関数の総数は、いくつか。今、その A も B も、まあ、有限集合だと思ったわけですね。有限集合です。で、その時に、この A から B への関数の総数いくつか。例えば、まあ、今 A っていうのを、がこれは1、2っていう感じであって、B っていうのは、まあ、3、4、5って、まあ、こんな感じなんですね。ちょっと丸消しましょうかね。こんな感じであって、で、例えば、まあ、その関数の一つとして、まあ、F っていうのが、1は3に移して、2はこれに移すとかね。これは関数なわけです。これはその F1 が3で、F2 が5であるっていう、まあ、こういう関数ですね。で、だからこれは A から B への関数の一つです。関数の一つです。で、こういうのは全部で何個ありますかと聞かれたら、まあ、頑張って答えるわけですけども、これ何個なのか、パッとわかります？コメントスクリーンかチャットで答えてみましょうですね。9というのが流れてきました。他の考えはあります？他の可能性。可能性というか、いや、9じゃないんだよって思う人、あります？これ実際これ9個なんですけども、まあ、これ全部書けばいい。まあ、9個ぐらいだったら書けますよねって感じで書いてもいいかもしれませんけども、これ、まあ、もう少しちゃんと考えようとすると、まあ、この1が移る先と2が移る先っていうのを、まあ、別々に考えましょう。で、そうすると1が移る先は、これ3行分の3通りあるわけです。だから、その F1 の、可能性っていうか、候補っていうか、書きましょうかね。基準違ったかな？ちょっと基準がちょっと気になったので、読んで書くと、候補。合ってますね。は、3通り。あって、同じように F2 の候補も3通りあるわけです。で、これはその F1 と F2 の選び方は別々なので、3×3 で9通りです。いいですか？これは、3×3 って計算、これ何をしているかっていうと、その A の要素一個一個に対して B の要素分の可能性と候補がありますよっていうふうに言ってるので、これ一般的に書くと、これどうなるかっていうと、一つの A の要素に対して B 通りの可能性候補があるって言ってるんで、これ一般に書くと、これ B の要素数かける B の要素数かける B の要素数かける、点点点。って感じで、B の要素数を A の要素数回かけた数になるわけです。で、これは B の要素数の A の要素数上です。つまり、今、この A から B への関数全体の集合っていうのを B の A 乗って書いたんですけども、ここで聞いている、この A から B への関数の総数っていうのは、この B の A 乗の要素数なわけです。で、これは今の考え方を使うと、B の要素数の A の要素数上になるということがわかるわけです。で、そうすると、まあ、なんで、こういうその B の A 乗みたいな、書き方をしたくなるのかなって気持ちが、まあ、わかると思います。で、まあ、この等式見ると、なんかすごく、まあ、綺麗って言っていいのかな、直感的というか、まあ、なんか成り立ってほしいかなっていうような式が、まあ、成り立っていて、まあ、実際成り立つってわけですね。これはもう少しちゃんと言っておくと、A と B が有限集合ですね。いいですか？だから、なんかその B の A 乗っていうなんか変な記号が出てきたなっていうふうに、まあ、思うんだけども、まあ、こういう考え方というか、まあ、こういう事実が成り立つということを、まあ、思えば、
まあ、許せるかなっていう気がしてくるということですね。いいですか？これで、このトピックは終わりにしようと思います。いいでしょうか？はい。ありがとうございます。じゃあ、これはちょっと一旦置いといて、で、もう一つですね。それか、もう一つ、と補足したいのは、流量保存制約はキルヒホフの第一法則と同じようなイメージを想像しました。これはですね、正しいというか、この流量保存制約のことをキルヒホフの法則というふうに呼ぶこともあります。呼ぶこともあります。はい。で、最大流を求めるアルゴリズムから回路に悪影響を与える大電流が起こる部分を特定するというような応用方法があるんだと考えました。まあ、こういう応用を考えていただくっていうのは、非常に良いので、重要なんですけども、ただですね、電気回路っていうのは、容量っていうのをですね、量に与えないんですよね。量に与えないですね。だから、なんだろう。だから、なんだろう。中学校、高校流の直流回路を考えると、まあ、蛍光と、配線があって、まあ、どんだけ高い電圧かけても、蛍光に電流流れるんで、まあ、問題ないって感じなわけですね。だから、まあ、そういう意味では容量ないんですけども、まあ、実際は、まあ、容量をどのようにそのモデル化するのか、モデル化するかというか、その電気回路をモデル化するときにどのようにその容量を設定するのかっていうのは、ちょっとまた別の問題になるわけですけども、まあそこはちょっと工夫がいるところかもしれないので、それはちょっと慎重に考える必要がありますね。ただですね、この電気回路をグラフであると見なすってことは、まあ、よくあるので、ちょっとこれについて授業で補足して書いてあるんで、ちょっとそれをやりましょう。終わるかな？ やりすぎかもしれない。ですね、例えばだったら用意してるはずですね。例えばですね、皆さん電気回路、どれぐらい詳しいか、私もそんな詳しいわけではないんですけども、だからまあ、中学、高校並みの、知識をもとにしてですね、合格と。まあ、こんな感じですね。これ電気回路ですね。直流電気回路。ちなみにですね、私が中学生、高校生だったところ、傾向はですね、こういうのがギザギザに書いたんですよ。でも今これギザギザで書かないんで、ちゃんと現代風に、四角で書いてます。が、まあ、それはどうでもよくって。ですね、まあ、こういうのありますよね。で、なんか、よくやるのは、まあ、これ、まあ、電圧 V。とかで、まあ、ここ、抵抗が、じゃあ、抵抗値 R1、R2、R3 とか。こんな感じになってて、まあ、じゃここから、これ、まあ、電流ですね。I1 流れてて、まあ、R2 のところ、まあ、そのまま、この、抵抗の R1 のところも I1 流れるわけですけども、じゃあ、抵抗 R2 のところは I2 だけ流れて、R3 のところは I3 だけ流れるというふうに、まあ、しましょうと。で、この時に、その、まあ、なんだろう、I1、I2、I3 とかと、この、抵抗 R1、R2、R3 とか電圧 V の関係を求めなさいとかっていうふうにまあ言うわけですよね。で、その時に、まあ、ここに、その、分かれ道があるので、そこで、その、I1 イコール I2 プラス I3 っていう、まあ、キルヒホフの法則、流量保存制約が、成り立てないといけないっていう話が、まあ、あるわけです。だから、そういう意味では、電気回路の話と、その、ST 流の話っていうのは、まあ、同じように思えるわけですね。はい。で、じゃあ、例えば、そういう、なんだろう、先ほど言ったみたいな、なんか、その関係を決めましょうか。例えば、その、V と R1 と R2 と R3 が、与えられているときに、I1 と I2 と I3 を求めましょうかっていうことを、まあ、よくやると思うんですよ。よくやるって、誰がやるんだろう。よく考えると思うんですけども、そういうときにどういうことをするかっていうと、まあ、これ、キルヒホフの第二法則かどうか、ちょっと、名前は忘れたんですけども、忘れちゃいましたね。そういう名前のはずなんですけども、回路において、ここぐるっと一周するところをこう取っていく。まあ、どこでもいいんですよね。ぐるっと一周するところを取っていく。で、そこで、その電位がどのように動くのかっていうことを見ると、必ずその電位の、増減はゼロになる。っていうのが、キルヒホフ第二法則なのかなと思うんですけども、じゃあ今、例えばですね、今、取った部分。今取った部分、ちょっと青で書いてみると、まあ、これですね。こういう、その、
日民側近政権の、これ、平和って言いますけども、平和に沿って、その先ほど言ったことをやってみると、まずこの V っていうところで、電圧が V だけ上がって、で、この抵抗のところで、下がると。それはどんなに下がるかっていうと、オームの法則で R1、I1 だけ下がると。ですね。で、その後、この R3 のところで、またこれ、オームの法則で R3、I3 だけ下がると。で、これが全部0になるんですけど、ね、こんな感じですね。こんな感じなの。で、まあ、ちょっともう一個平を取ってこないといけないかなって、まあ、気がするんですよね。まあ、気がするとか言ってる。そう、実際そうなんですけども、で、例えば、ちょっとこれ見えないかな、ここにしようか。で、例えば、ここですね。この R2 と R3 をちょっと、取ってきてるところ。これは、ここややこしいですけども、この時計回りに取ってこようとすると、はじめその R2、I2 のところで、電圧下がって、R2、マイナス R2、I2 だけ使うんだけども、で、今度、下のところ行くと、これ、I3 の向きと逆の向きに行ってますから、これはプラスになって、R3、I3、イコール0という式が出てくるということですね。で、そうすると、まあ、この3つの式が立てられて、まあ、ここから、まあ、計算すると、その、I1 と I2 と、I3 が求まるという形になってるわけです。まあ、こういうのをよくやりますよね。やりますよね。なんか、今、ちょっと、まあ、やりますよね。やりますよね。やるわけですけども。ですね。で、ここで、よく、皆さん、なんか皆さんどれぐらい電気回路のことを勉強してるかわかんないんですけども、まあ、よく疑問に、思う、皆さんが疑問に思うかどうか分かんないんだけども、じゃあ私が疑問に思うこと。じゃあ疑問に思うこと。今ですね、この青い平路と、オレンジ色の平路を取ったんだけども、そうじゃなくて、この外側の平路ですね。だからその、この V っていう電圧から始まって、この R1 と R2 を取って、R3 通んないような平路ですね。こういうのを取ってきたらどうなるんだろうって思うわけですね。で、まあ実際こういう平路を取ってきて、式が立てられるわけです。まあ、そういうのにすると、V マイナス R1、I1 マイナス R2、I2 イコール0。これ立てられるわけですよね。そうすると、例えば、じゃあ、この3つの式使っても、変数3つ、式3つなんだから、I1、I2、I3 っていうのが求まるんじゃないかっていうふうに思うと思うんですね。思わないかもしれない。思うと思うんですよ。思うと思うんだけど。で、これ実際求まらないんですね。この3つの式から I1、I2、I3 っていうのは定まんなくて、これ困るんですよ。で、これはまあいろんな見方があって、まあ一つはまあこれ線形代数的に見るっていう見方はあります。で、ちょっとそれをやってみるとどういうことかっていうと、またちょっと動かすんですけども。これかな。あ、ちょっと今これは選びすぎたかな。ちょっと選びすぎちゃったかな。ここだけだ。ああ、ちょっと、これは、なんかもう、やっぱ今、この3つの式があったときに、ちょっと、じゃあ、これ、線形代数的に書きましょうか。今は、だから今、I1、I2、I3 っていうのが、1数って言っちゃったかな。変数なので、じゃあ、I1、I2、I3、イコール、ここになんか行列書いて、三角形算の。で、こういうのが定数項かけて、なんかこういう形ちょっと今これ書いてみましょう。で、そうすると、はじめの青い式は、ここはマイナス R1 で、ここマイ0マイナス R3 で、ここマイナス0。まあ、こんな感じですね。こんな感じで書ける。これいいですか？この青い式を書いてみた。これ書ける、これは、これ。というふうに書いてみた。で、同じようなことをやってみると、2番目の式は、ここがマイナス R2 で、ここ R3。こんな感じですね。で、0と。で、最後の式は、マイナス R1、マイナス R2、0、マイナス0。こんな感じですね。こんな感じになっている。そうすると、この、連立一次方程式は、解けないとかわかるわけですね。なんでかっていうと、ここの行列のランクが3じゃないから。ランクってわかります？ランクとか回数とかって。突然線形代数の話をして、よくないのかもしれませんけども、まあ、線形代数にどこでも出てくるんで、別になんか、
なんだろう、突然言われて困るとかってことがあったってはちょっとならないんですけども、まあ、これだから、今、この、例えばですね、どう言えばいいかな。例えば、この1行目と2行目を足すと3行目になる。で、この、行列の行は、線形従属になってるわけです。だから、まあ、いわゆるさ、乱高下してるっていうふうに、まあ、言ってもいいかもしれません。まあ、そういう感じになってるわけですね。だから、この行列、逆行列動かないわけですね。動かないわけだから、これ解けないって感じになるわけです。で、これは、まあ、回路の構造からもわかるんですね。回路の構造からもわかって、回路の構造って一体何かっていうと、それはまさしくグラフなんです。で、ちょっとこれを、まあ、グラフっぽくちょっと書くかどうかは、ちょっと別にじゃあ書きましょうね。そうすると、まあ、この阻止の部分と、この分かれ目の部分を頂点だと思って、ちょっとグラフっぽく書きましょうと。そうすると、じゃあ、この電源の部分と、R1、R2、R3 っていう部分の、まあ、頂点と、あとこの分かれ目の部分の頂点。まあ、こんな感じになってるというふうに、まあ、この回路はこういうふうな、そのグラフに見えるというふうに、まあ、思ってほしいわけですね。思ってほしいわけです。で、そうすると、この、左のところに書いたグラフの、この青とか、オレンジっていうのは、まさしく、このグラフの経路なんですよね。経路。で、例えば、この青いところっていうのは、この経路。今対応してるって感じですよね。まあ、ちょっとじゃあ、いろんなものを消したいので、これ、青いところで、ちょっとじゃあ、この辺に名前をつけるとすると、これ、E1、E3、E4、E5、E6、E7、というふうにすると、今この青い経路っていうのは、まあ、その、経路に使われている辺の集合を持ってくると、で、集合にすると、E1、E2、E5、E6、E7。こういう形になってますね。これ青。青をピンクで書いてますけど、もうこれ青。ですね。で、同じように、このオレンジの経路っていうのをここに持ってくると、それ E3、E4、E5、E6。っていう、まあ、編集合に対応する。E3、E4、E5、E6。に対応している。で、この、外側のこのピンクの経路っていうのは、私を集合で書くと、E1、E2、E3、E4、E7 という感じになってるんですね。で、先ほど言ったこの3つの方程式では、まあ、うまく解けないと言ったんだけども、それはこの青と、オレンジと、このピンクの経路が、次の意味で従属だからです。で、従属ってどういう意味かっていうと、例えばですね、桃色一番下だから、桃色っていう、この集合。この集合は、青とオレンジのこの集合の対象者として選べます。対象者差っていうのは、この青とオレンジの一方にしか含まれない辺だけ、主要素だけで作った集合のことですね。で、実際見てみると、青とオレンジには、E5、E6 は共通して含まれてるわけです。だから、それらはこの対象者には含まれません。この要素として現れません。で、一方で、なんだ？この E1、E2、E7 と E3、E4 は、この青とオレンジの片方にしか含まれません。ただ、それは、この対象者に要素として現れるということになるわけです。そうすると、この対象者の要素は、E1、E2、E7、E3、E4 で、それは、ここに書いてある桃色の集合と等しいわけですね。いいですか？で、そうすると、これは、だからその桃色の、だからこれはですね、その桃色の経路は、青と、このオレンジの経路の、まあ、線形結合から得られるっていうふうに、まあ、思うわけです。この思うっていうのをちゃんと数学的に形式化することができるんだけども、ちょっとここではイメージだけでお伝えします。で、そういう形で、だからその、なんだろう、この、左の方では、なんだろう、ベクトルの足し算をしたんだけども、この右の方ではこの集合算ですね。この、なんだっけ。
対称差を取るという操作をしているんですけども、まあ、それがそのまあ左の方のベクトルの足し算にまあ対応しているようなイメージを持ってください。イメージを持ってください。これイメージですか？伝えられますか？イメージを持ってください。で、それで、いうこと、形で、青と、オレンジの、まあ、結合で桃色を作れるので、まあ、そういう意味で、その、この桃色っていうのは、まあ、その青と、だからなんだ、青とオレンジと桃色のピンクの経路は、まあ、従属になっているという形で、まあ、でそれで、この、まあ、その従属なものから作られる等式を持ってきても、足りませんよというような結論が得られるということになるんですね。だからそれはそのこういうそのグラフ構造から全部その決まっている話になるわけです。で、実際にですね、その従属にならないように、経路を持ってくるとのと、あとこのあれですね、キルヒホフの第一法則の、話を持ってくることで、うまく、まあ、回路の方程式を解けるという話に、まあ、一応なっているわけです。で、まあ、そこら辺は、線形代数と電気回路と、このグラフの、なんだろう、3つがですね、すごく融合していて、まあ、面白い話ではあるんだけども、それはやっぱり、この講義の主題ではないので、この説明については、これぐらいにしておきたいと思います。いいでしょうか？どうでしょう？よろしいですか？はい、45分目になりましたね。はい、それで、じゃあ、今日の、この、録画は、